アダルベルト2世は、イブレーア編教博及び、イタリア王。父ベレンガーリオ2世と共同で950年から962年まで、王位についた。イブレアのアダルベルトや、イタリアのアダルベルトとも呼ばれる。イブレア編教博ベレンガーリオ2世とアルルのウィラ3世との、息子として生まれた。母親のウィラ3世は、プロバンス博。 トスカーナ編境伯母祖とブルゴーニオールドルフ一世の娘ウィラ二世の間の娘である。950年12月15日、アダルベルトは父ベレンガーリオ二世と共に一部の貴族からイタリア王に選出された。ところが彼らの対抗勢力は、同年11月に亡くなった前王ロターリオ二世の未亡人で多額の持参金をベレンガーリオに没収された上に虐待され、 投獄されているアデライデの周りに固まった。アデライデは951年に逃亡に成功し、8月にレッジョの司教に助けを求め、レッジョ司教の部下であるアダルベルトイコールアットの下で難攻不落のカノッサの城に逃げ込んだ。同年9月、ザクセンの夫一世がアデライデの権利を主張するためにイタリアに何か抵抗に遭うこともなくパビーヤに着いた。 ところが、アダルベルトとベレンガーリオは自分たちの城に牢城し、オットーはイタリア王の未亡人であるアデライデと結婚し、アガペトス二世に皇帝官を要求し、その後ミラノにて、フランクとランゴバルドの王の称号を引き継いだ。九百五十二年二月にはオットーは単独でイタリア王国を征服した後、続いて強行を罷免、アダルベルトとベレンガーリオに対する戦争の継続には、 娘ムコロートリンゲンとコンラートを残してゲルマニアに戻った。彼らとコンラートとの和平は早期解決した。アウグスタの会議でアダルベルトとその父ベレンガーリオ二世はオットーの進化として王権の授与を承認された。しかしその時オットーの弟であるバイエルンコハインリヒ一世にベローナ、フリウーリ、イストリアの報道を奪われた。イタリアに戻り、 アダルベルトとその父は、結果も出せずに惨めにも法以下に置かれ、アダルベルトイコールアトハクと、ベレンガーリオと妻ウィラ三世は、彼らを裏切った貴族と多くの聖職者に復讐した。バイエルン公ハインリヒ一世の死後の955年、オットーがマジャル人との戦闘に奔走している間に、アダルベルトとその父は、ベローナ編教博の地位を取り戻した。 そして957年にオットーは二度目のイタリア遠征を組織し、その指揮を長男のモトシュバーベンコーリュードルフに任せた。彼はアダルベルトを打ちまかし、ロンバルディア全土を征服したが、マッチョーレコハンのポンビアの町で悪性の発熱のために救世した。リュードルフの死を利用して、アダルベルトとその父は失っていたすべての領土を回復し、復讐を開始した。 958年から959年の間に、マコンハク、レトアール二世とエルマンガルドド・シャロンの娘、ジェルベルガと結婚した。959年、スポレート公国に、確かな支援者が、もういないことを確認したベレンガーリオは、スポレートを攻撃し、テオバルド二世以降を追放した。アダルベルトはその間に、強行領を散脱し、ヨハネス十二世は960年に、 ゲルマニアにいる死者を呼び、オットー一世への救援を催促した。961年8月、ヨハネス十二世に呼ばれ、オットーは再度イタリア入りした。その間、アダルベルトは、ベローナ北部にて、反乱軍を組織し、ベレンガーリオは、パビーヤの王宮を焼け払った後逃亡し、サンレオの要塞に籠城した。アダルベルトは、ほぼすべての領主や死教を裏切って、 オットーの進撃の前線から逃亡した。アダルベルトとベレンガーリオの王位は正式に剥奪された後、オットーはパビーアに入り、イタリア王を退官、幼い息子、オットーを共同殺政につけた。オットーはトスカーナ辺境白領がアダルベルトとベレンガーリオに味方していたため、ラベンナを通過してローマへ向かった。そして962年2月2日、 ヨハネス十二世により皇帝として大冠を受けた。北部に戻る際、トスカーが返境白、ウベルトを攻撃、彼は敗北し逃亡した。湖水地方で、兄弟のグイード、コンラード、そして母ウィラ三世と共に牢上しているアダルベルトを攻撃した。アダルベルトは当時サラ先人ンンの支配下にあった南フランスのフラクシネトムまで逃亡、そこからコルシカ島に渡った。 彼の母は、オルタコ近くの城で幸福を余儀なくされ、サンレオの夫ベレンガーリオ二世の元へ行く許しを得た。弟グイードとコルダードは、復従を誓い、イブレイア辺境白衣を再び獲得した。963年にサンレオが落ちるとベレンガーリオは逮捕され、妻ウィラと共にバンベルクに亡命した。夫を世が経った後の六十五年にアダルベルトは、 再び、イタリア入りして、反乱の企てを模索したが、皇帝夫を一世に召喚されたシュバーベンブルヒャルト三世に敗北し、イブレア公くらいを奪うことには成功しなかった。968年、アダルベルトは、プーリア地方の領有に関する対夫を一世の戦争において、東ローマ皇帝ニケホロス二世フォーカスと同盟したが、 後年の二人の皇帝間の対立が終焉した時、アダルベルトは、ブルゴーニュへの逃亡を余儀なくされ、975年に、その地で亡くなった。アダルベルトと、ヒジェルベルガには、以下の五人の子供がいる。ジェルベルガは、アダルベルトの死後、ブルゴーニュ公安利一世と再婚した。投獄されている間に、アデライデは、アダルベルトと結婚するように強いられたと言われる。リュドルフは、 アダルベルトに毒殺されたという伝承もある。イブレア編教博は965年に弟、グイードの死により空位となるが、それはその弟、コンラードが夫を一世に従属して終わる。ありがとうございます。